本当にあの八女さんとの最初の出会いは、47市町村大分県内全制覇ライブというのがありましてですね、地図があって一個一個こう到達したところ全部こう印つけてるんですよね。でそういうライブの場所がないとこは道端で歌って帰りの小学生が通って拍手してくれたら OK で、あの中津が何だったかな、あの来られて、あの時は千早さんからご紹介いただいて多分中津受けたと思うんですよね。で47市町村がやってるからちょっとあのどっか会場を取ってよということで、初めて多分その時に紹介をいただいて、でその後はもうゴス天皇で板地山デビュー紹介のやっぱりもう20年ぐらい前ですね、聞いてぶっ飛びましたからね、からかっこいいなと思って、でその47市町村の時に石井さんとお二人ベースと二人でやってくださって、その頃僕はあの U バンドというバンドをやってまして、そのご縁でその後中津でライブ何度も企画をさせていただきました。でそのために U バンドをこう小国学校に使ってくださって、でその時に一緒にやらせていただいて、まあテレビさんのセッションやろって言って、思い出の曲を、まあ、今日は黒でやるんですが、あのその U バンドの頃の曲を実は昨日急遽一昨日か合わせて、ひまわりという曲をやってみたいと思います。ひまわりは忘れずに咲いてくれるだろうか、少しずつ枯れて俺の夢のように今年もまたにやかに夏が終わる、誰かに置き去られたままの麦わら帽子が電池で泣いてる、人混みの流れの中で恋人たちの声が、闇の空に消えてゆく、いつかどこかに忘れてきた約束のように、誰もが知らん顔、とてもとてもとても忙しすぎる、国が果てるとしても、ひまわりは忘れずに咲いてくれるだろうか、見つめてるアスファルトの影ろのように、懐かしいのが
日焼けした小さな肩誰もが等しく貧しかった誰もが一途に生きてた輝いてたとても時代が変わりすぎた体の置き場所誰もが探してるとても忙しすぎるこの国が果てるとしてもひまわりは忘れずに咲いてくれるだろうかとてもとても忙しすぎるこの国が果てるとしてするのにですね、白道村のママ、リバティのママ、そして、和田さん、そして、大津さん、そしてチャーリーさん、いろんな方々と一緒にこう、去年もね、亡くなられてすぐに追悼のライブをこのブリックブロックでさせていただいて、そして一周忌昨年して、で今回もいろんな思いが、皆さんの思いが詰まった、参加日ライブなのかなと思って、どこで見てるのかなと思いながらデメさんがですね、去年はチャーリーさんのストラップを切りましたけどね、デメさんがね、今年はどこにいるんだろうと思いながらライブを進めさせていただいております。この後はもちろん皆様もう待ちかねだと思いますけども、石井さん、バンマス率いるですね、南リンゴさん、今日はデメさんとたっぷり歌っていただけると思いますが、メモリアルバンドの皆さんも、控えておりますので、あと一曲ちょっと一緒に楽しませていただいて、オリジナル曲をお届けして終わりたいと思います。この後休憩となりますので、皆様方ですね、ゆっくりと飲みながら、食べながら、楽しんでいただきたいと思います。それでは、桜、桜。Thank you.
休憩にやらせていただきます。ありがとうございました。